あ、来た。オタクくん。まさか本当に来るなんてね。ウケるあいや、用がないわけじゃないし、そんなすぐ帰りたがんなし。まあまあ、悪いようにはしないから。多分おたぶん。オタクくん呼び出したのはさ、まあ、ちょっと興味あってのことで、なんていうの人間として珍しいっつうか。 オタクくんみたいな人はクラスでも全然いないじゃんだから面白ーって感じでさちょっと絡みたくなったわけオタクくん普段は教室で全然喋らんくせに友達と趣味の話してるときめっちゃ早口になるじゃんあれすっごい面白くってさもっと喋ればいいのにってずっと思ってんのよねね何話してんの何が好きであんなに話してんの おーいちょっとうちにも喋ってくれたっていいじゃんノリ悪いなあまあいいやねえオタクくん彼女とかいるって <laughs> いないよね分かってるだって全然女子と話さないもんね話したとしても世間話それ以下 <laughs> 友達にも特別女子とつるんでる系の人いないっぽいし ほんと女子と仲良くなるつながりないでしょ。バカにしてるわけじゃないし。いや、マジで、マジマジまあ、確かにオタク君にとっては辛い現実かもしんないけど。でも、うちにとっては都合いいわけで。んああ、いやね。うちと付き合ってくんないかなって。 マジだからマジマジ大マジちょ何罰ゲームって罰ゲームで告白とかしないしつか最低じゃんそれそもそもオタクくんに告るのとか罰にならんしいやマジで好きなんよね何かとオタクくんのこと見てたし面白いからにやけちゃうし 普段はお互いね、付き合いあるし、絡みに行けなかったんだけど。っていうか、あんまり行くとさ、オタクくん他の奴にも狙われちゃいそうで怖かったんだよ。オタクくんの魅力に気づいて、新たなライバル参戦、みたいな。ほんと、女子と話さない系でよかったわ。うちの独人勝ちだもんね。あ、なんか、付き合える前提で話しちゃってる。 あ、いや、ごめんごめん。舞い上がっちゃってさ。って。ど、どうっすかうち的には、ノーとか考えたくないんすけど。あいや、真剣なお付き合いだし。男女交際、彼からの関係。なに遊び目的で告ってきたとか考えてるけあのさ、この告白マジだから。 あんまそうやって考えられたくないんだけど割とショックっていうかな、あ,あいやまあうちこんなだからそう思われんのもちょっとはしゃあないかなって感じだしそんな謝らんくてもあん、そんな気にしないでそれってどううちとのお付き合いあマジ やったえすっごい、超嬉しいんだけど <laughs> いやーよかったーまあ付き合える自信はあったけどね正直っていうより失敗した時のことなんて考えないじゃん考えたくないじゃん絶対付き合いたかったし振られても諦めるとかありえないしそういう意味じゃら前から結果は決まってたねえへへへそんじゃ 晴れオタクくんはうちのカレピねやろんえ呼び方ああ名前ねうんし下の名前とかねそれなんだけど照れてマジ顔見れなくなるからもうちょっとこのままでいいいやマジで無理名前呼びとかはずいんだって死ぬ あいやだー。